こんにちは、ジャズドラマーの黒田です今回で四分音符と八分音符の全ての組み合わせが出てきます。後半に行くに従って拍が取りにくいものばかりになっていくので今回は裏拍から始まる音符ばかりになります。新しいボキャブラリーはこの4つです。12と14は音符の長い短いで4つのバリエーションがあります。 他にも多少違った表記はありますがこれくらいできればいいかと思いますまずはやっていきましょう前回同様跳ねて演奏します足と同じタイミングのものは右手でその間に入るものは左手で演奏するというルールになっています裏拍だらけですので左手が多くなります エクササイズに進む前に1小節での特殊な寄付をやります。前回お話ししましたが、8分音符は4・4に分けて、そこをまたいでる場合はタイを使うっていうのがルールであるというお話をしました。音楽の楽天の中では、イマジナリーバーライン、想像上の小節線というのが小節の真ん中にあるというルールがあります。 見えないけど小節線があるからそこをまたぐ時にはタイを使ってねというものですこういったルールはありますが基本見やすすければいいんです例えばこれの上の段の1番目は最初と最後が8分音符であとは4分音符という形であれば使えます 3小節目4小節目はあまり見ないですが使うこともあります。下の段の1小節目は上の段の1小節目の8部と4部が入れ替わった形です。でもこれだととっても見にくくなるので2小節目に書いてあるタイを使った方が見やすくなります。2段目の1小節目と2小節目は同じものになります。2段目の3小節目は ジャズの譜面では非常によく出てくる形ですねシンコペーションしている形ですこれをタイを使うと逆に少し見にくいですよねなのでこれも慣例的にこちらの方がよく使えますこういった特殊なパターンはすごく多いわけではないですが覚えておくと便利な逆に見やすいという形のものですね特にこの左上1段目の1小説目と 2段目の3小節目の形は覚えておきましょうそれではエクササイズに行ってみたいと思います 今回までの3回のリズム譜の読み方で、ジャズのリズム譜は結構スラスラ読めるようになっているかと思います。本家のシンコペーションブックのエクササイズを読むのにも困らなくなっていると思いますよ。ぜひ試してみてください。でも、これらの音符をただスネアで叩くだけでは、ジャズドラムとしては非常に不十分です。これらをセクションとして読むには、適切な音選びの方法があります。 それはメールマガジンの方で紹介していきますので、詳細の欄の URL からか、QR コードを読み取って登録してみてください。今回のエクササイズの譜面は、私のホームページに PDF で置いてあります。同じく詳細に URL を書いておきますので、そこからダウンロードして活用ください。チャンネル登録の方もよろしくお願いします。では以上になります。ありがとうございました。